機動戦士ガンダムビジュアルアートコレクション2ボックス開封待ってました。やったやった。今日はね、もうガンダム大好きな私たち MC2 人が、はい、こちらの板ジャガをね開封していきたいと思います。贅沢贅沢ですよ。2ボックスたくさんありますからね、はい、皆さんお見逃しなく。それでは早速やっていこう。バンバニー、今回なんといっても、うん、もう全カード新規書き下ろしイラストなんですよ。新規書き下ろし、あ、本当だ、書いてある。全種ですよ。全種は豪華じゃない？やばいよね。すげえ。パッケージは2種類ですね。うん、2種類だね。うんうん、機動戦士ガンダムシードフリーダムと機動武闘伝 G ガンダムのビジュアルになってますね。うん、ラインナップが全28種。いっぱいありますね。あ、ガンダム対ジオングとかがあるから、うんうん、初代の機動戦士ガンダムもいるし、あー、ガンダムエアリアルもいるから、機動戦士ガンダム水星の魔女もあるじゃん。ほんとだ。なるほど、いいねいいね。じゃあ今回は4作品からラインナップされてるところかな。そうですね、アキラヤマトとかもありますね、うん。今回メタリックプラカードが入ってるんだけど、うん、このねイラストがなんか何やらこう、うん、名シーンとかをねデザインさしてるらしい。へえ、そうなんだ、ね、楽しみだよね。楽しみ、うん、じゃあもう開けていきましょうか。あったぜー、いい香りだ。1枚目はなんだ、ポン、あっ来たー。おーっと、私はレアのマスターアンジャとマスターガンダムが出ました。いいないいな。やったー。機動武闘伝 G ガンダムからやってきましたよ。闘志がこう溢れ出てる感じが ねいいよね。最高ですね。マスターガンダムって私メカデザインがすごい好きなので、うんうんうん、これはねめちゃくちゃ嬉しい。で裏にはねこのイラストの元となったね話数が書いてある。そして私は機動戦士ガンダム。ギュータイプ、これはレアですね。1枚のプラカードにメタリックプラカードにこの4人がこうやってデザインされてて、うん、ちゃんと戦ってるね、こう戦ってるデザインもあってってめっちゃなんか豪華だなと思って、この後起こる悲劇を知ってるからこそちょっとなんか胸がラーってねなりますよ。これは同じように裏側にはね、はい、このエピソードのねこう説明だったりも書いてあります。これは嬉しい、うん、どんどんいっちゃいましょう。じゃあ2枚目ドン。やばい、これ激エモイラスト来たはい、機動戦士ガンダム水星の魔女から、うん、スレッタ・マーキュリー&ミオリネ・レンブラン、こちらローマルのカードになります。最高ですよ。もうだって水星の魔女見た時に一番勝ったホルダーが結婚相手になるというこの設定、ミオリの結婚相手がスレッタになるというこの展開にドキドキワクワクした人は私だけじゃない。いや本当衝撃的だった、ね、手つないでるよ、もう尊いじゃん、もう最高、ね。はい、続いて私はこちらノーマルのアムロレイですね。これ来ましたよこのホワイトベースをこう脱走している時のねあのブライト館長がねなんか言ってたの聞いたんだろうね。ちょっとそれでハッてなって出てっちゃうんだよね。出てっちゃうんだよね。いきます、ドン、あ、来たー絶対に欲しかったこれ。ドム絶対ジェットストリームアタックのシーンだろと思ったらジェットストリームアタックのシーンでした。レアのドムです。はい、もうまさしくジェットストリームアタックをもう決めているところ。手のひらサイズのさプラカードの中にさ、うんうん、ドムが3機いるっていう豪華。先頭のドムの1機のこの股の下にドムこの最後尾のドムがいるという迫撃トリプルドムです。私はこちら出ました、レアですねこのグエルとエナンとシャディク、この3人がデザインされております。御三家ですねちなみにあのグエル大好きなので、あー、まあちょっとグエル最初食えないやつだったけどそうそうそう、だんだんねすごいなんか、あ、人間味があっていいなっていう、うんうん、ね。水星の魔女はね結構ねキャラクターすごい際立ってたよね。そう、それぞれね個性があっていいんだよね、うん、こちらはねこのオープニングからのデザインになってました、うん、さあどんどん行こう。あ、何が出る、お、はい、ディスティニーガンダムスペック2新アスカノーマルのカードが出ました。ついにシードフリーダムのカードを引き当てましたよ。いいないいないな、嬉しい。これあのシーンなんだね、このシーンがこう、ね、ディスティニーってこう喜ぶ、そうあのシーンだこの後にねディスティニーガンダムスペック2に乗って、うんうん、もうブラックナイトスコード4機さ、うんうん、相手にもう一部も打尽だったじゃん。そうなの、真の強さをこう
あのシーンですごい見れたから、うんうん、いいシーンの抜粋ですね、うん、はい、こちらが映画からね登場ということでムービーバージョンになっております。そして私はダダーン、やったー、ジェットスリーバーだけ有言実行ですよ。引くと言ったら引く。さあどんどん行きましょう。はい、え、同じ席。うわー、まさかの偶然にも偶然にも同じカードを引き当てました。いいねー、昨日の東電 G ガンダムのカードです。うんうん、これあれだね、あのパッケージにもなってるイラストだね、はい、シャイニングガンダムを抱えたゴッドガンダムになってますね、うんうん、ゴッドガンダム登場回になってますよね、うん、これね、うん、で、これがウルトラレアということで、はいはい、なんと今回イラストを担当された方のお名前が入っております。佐野弘俊さんです。わお、機体の陰影の描き方とか天才じゃないですか、この後ろからこの朝日がね、こう差してるこの感じもね最高だね。ね、ウルトラレアはここにさ、うんうん、ちょっと金の縁みたいな感じになってるのね、うんうんうん、豪華だね、うん、次は何が出るかな、どうかな、さあ行きます、ドンドン、おお、レアのガンダムエアリアルが出ました。おお、いいねいいね、スレッタとミオリネがいますよ。スレッタがね、エアリアルに乗ってこうミオリを助けたシーンだろうね、うんうんうん、ここから二人の、ね、友情が始まってくんだよ ね、 ね、 始まるんだよね、裏面ね、エピソード1です。これミオリのセリフが書いてる、よろしくね花婿さん。本当だ、これはいいぞ。はい、そして私は機動戦士ガンダムからガンダム、はい、これね、初めてアムロが登場したシーンだと思うんですけど、ね、アムロのね、こっから激闘の運命が、ね、そうそう始まってきますからね。そうそう、この時から覚醒してましたからね、うん、もう機体をね、ちゃんとさ縦横無尽に操って そうなの。で、この壊れたさ、この部品というかこのパーツがポロポロポロってなってるとこまでイラストでこう表現されているっていうのがね、もう素晴らしいです。裏面はね、このようになっております。エピソード1です。はい、行きましょう、どうぞ。さっさっさっさ、次は何かな、何かな、じゃじゃーん、また被ります、すごい、やったシンクロ率ねえ。ブラックナイトスコードカルラです。カルラですね、まあ2人で操縦しますからね、こちら ねもう2人一気に出しちゃいました。あ、そういうことか、なんか運命感じちゃうね。運命感じちゃうね。カルラってさ、ちょっとなんか聖騎士感がある、わかる、感じがすごい好きで、うん、白に金ってやっぱいいよね、モビルスーツ、ね、騎士感があるよね。このね、翼の部分、やっぱドラグーンがね、うんうん、私がすごい好きなポイントなんですよね。あー、わかる、この神々しさ。だいぶ半分ぐらいになったんじゃない、ちょっと半分近くになってきて寂しい。さてかな、はぁ、私もナイマルが出していたアムロレイを出しました。いいですね、やったー。私はノーマルのミカエリス、こちら水星の魔女からですね、はい、はい、ゲットしました。これね、あのシャリクが登場してるんだけど、うん、ミオリネのためにというかね、あのなんて言うんだろうね、戦って、うん、スレッタがねこうね、追い込まれるんだよね。ガンビットとかも全部動かなくなっちゃってね、うんうん、すごい大変だったよね。ね、ほんとだよね。さて、やばい、終わっちゃう、やだ、終わっちゃうよ。半分きた、何かな、おー、来た、はい、私に大丸がさっき出してた、はい、ウェル、エラン、シャディクが出ましたよ。いいですね。そして私はマイティストライクフリーダムガナー来ました。これね、あの狙っておりました私。そうだよね、最高に嬉しすぎるしカードからね、もうはみ出てんのよ、すごすぎてよ、ほら見てよ全貌がね、そう、収まりきってないしこれはすごい、これでレアですね、これレアです。え、レアなの、そう、豪華じゃない、すごい。こちらもね、機動戦士ガンダムシードフリーダム、ね、はい、キラヤマトが操縦しますからね。そうだね、見どころの一つですよ。はい、こちらもね、ムービーバージョンとなっております。さあ、次は、あ、きたきた、はい、私はノーマルのガンダムが出ました。はい、私は機動武闘伝の G ガンダムからシャイニングガンダム、きたー、来ましたー。シャイニングフィンガーやってるとこじゃない、やってます、あ、やってるとこだよね、やってますね、もうビリビリビリってもう敵にやっておりますよ。G ガンダムは、うん、ガンダムとガンダムとの戦いみたいな、あ、そうだね、手がね、やっぱ熱いから武闘派な感じがね、そうそう、いいよね、嬉しいですね。このエピソード1ということで、1話からね、はい、デザインされておりました。そってそって、やばい、半分そってそって、こっち側のゾーンに突入しました。突入した、あ、すごい、性格出るね、やっぱね、撮り方もね性格出ますね、出ますよ。あ、
なるほど、来た来た来た。はい、またしても機動武闘伝 G ガンダムからノーマルのサイサイシーとドラゴンガンダムが出ました。サイはさ、ドモンのことをさ、なんか師匠みたいな感じで慕っててね、あ、関係性もすごい良かったよね。確かに確かに。このドラゴンガンダムのね、メカデザインもね、めちゃくちゃ好きなんだよな。分かる。緑色がこうちょっと差し色に入ってる感じとかすごいおしゃれだなと思うし、あ、確かに。これはエピソード3です。はい、そして私は先ほどモニちゃんも聞いていた、はい、ディスティニーガンダムスペック2ですね。来ましたね。はい、こちらも嬉しいですね、はい、さあどんどん開けていこう。さあ何かな。よしよし、いいね。ライジングフリーダムガンダム&イモータルジャスティスガンダムが出ました。いいねいいね。一番最初にシンが登場みたいな、本当にそう、ちょっとびっくりした。そういうサプライズもあった映画ですごい面白かったよね。ね、本当にあの映画の冒頭のね、興奮を思い出しますね、これ見るとね。そう、なんかキラとさ、シンがさ、すごいいい関係築けててね、うんうん、いいよね。はい、ムービーエディションですね。はい、私は G ガンダムからガンダムローズ。はい、そしてこのガンダムローズのこの肩の上にはですね、ジョルジュドサンドが乗っております。うん、気品がある感じがまたいいんだよね、うんうん、大きな感じでね。そう、こうやって同じ方向をこうね、向いている感じのイラストも、うん、これもまた素敵ですね。はい、こちらはね、エピソード4ということで4話からのイラストになっておりました。ウルトラレアもう1枚くらい欲しいな。確かにね。うん、はい、私はグエル・エラン・シャディクが出ました。うん、はい、そして私はインフィニット・ジャスティス・ガンダム・ニシキ、はい、来ました。これレアですね。はい、登場の仕方がね、かっこよかったね。びっくり。そう、インパクトがありすぎて、ちょっとあのその前のね、ズゴックの方にね、行きがちなんだけど、はい、まあね、アスランがね、アスラン、ね、登場しているということで、こちらも大活躍しましたよ。はい、はい、裏面はこのようになっております。ちゃんとここに正体を隠したアスランの愛機って書いてありますね。何が出るのかなと。ちょい、おお、チボデイクロケット、そしてガンダムマックスターが出ました。おお、いいね。これもクロケットらしい感じの、ね、このガッツポーズにうん、うん、その後ろにね、ガンダムマックスターがいるっていうね、うんうん、このマックスターも結構特徴的なね、機体だよね。この肩の部分がさ、結構ボリュームあったりとか、かっこいいんですよね。はい、こちらエピソード2です。そして私はレアのガンダムアリアルが出ました。はい、何回見てもいい、綺麗、イラストがね、綺麗だね。うん、あと6枚だ、やばい。私はノーマルなシャアーズナブル、シャア専用ザクツが出ました。来ました、来ました。はい、水星がやってきましたよ。いいね。ザクツってさ、本来はさ、量産機ですからね、うんうんうん、その量産機をさ、通常のこうスピード3倍までさ、こう、まあ、機体性能もさることながら、こうシャア様のさ、この操縦の、ね、この技術の高さをね、わかる、すごいよね、本当に本当に。そして私は G ガンダムからアルゴ・ガルスキー、そしてボルト・ガンダム来ましたよ。このね、武骨な感じがね、すごい好きなのよ。ね、本当、このアルゴが、あの、ね、無実なんだけどね、こうね、捕らえられちゃって、はいはい、脱獄するっていうね、あのエピソード思い出しますよね。ね、でさらにこのやっぱメタリックプラカードということで、ボルトガンダムの目がさ、こうね、光ってるんだよね。なるのがね、この全体的に暗いイラストにこの目がキラキラってなるのがね、うん、いいですね。渋いね。渋いですよ。はい、裏面こんな感じですね。はいはい、ラスト5枚です。ラスト5枚、もう5枚まで来ちゃった。それではもう1枚出るのか。あー、出したい。うん、おん、はい、シャイニングフリカー来ました。ガンダム出ました。はい、私こちらノーマルのザクツー、はい、まだね、出てなかったんだっていう、ね、出てなかったね。うん、これアムロがさ、ここにさいるんだけど、はい、まだね、一般市民だった時のアムロ、はい、そうですね、巻き込まれてきますよ、ここからね。ここからね、始まるんだよね。はい、エピソード1、ガンダム大地に立つですね。はい、なんでしょう、なんでしょう。あ、どう、あ、これは、あー、来たよ、やったー。はい、ノーマルのズゴックです。待ってたー、待ってたー。はい、名前のラインナップ見て、うん、
いやもしかしてって思ってたけどね。でもあのこのシーンがズゴックで切り取られるとは思わなかったね、うんうん、そう。これねズゴックがかばってくれてズゴックのね装甲がね剥がれてね、うん、中からチラリとね、はい、そう見えてま す、インフィニットジャスティスガンダム見えてますね。ほんとね話題になったからね。カードでつながりがあっていいね。ね、ほんとだね。ストーリーにつながりがある。はい、ね、こちらですね。この後にこうなりますと。待って、私はレアのマスターガンダム。はい。あ、うわ来た。嘘。来たぞ。ちょっと待って。うわ、私はやばいよ。じゃじゃーん。はい、ウルトラレアのガンダム対ジオングです。キャキャキャ。はい、私はもうこれをずーっと狙っておりました。だねー、日年戦争の最後で周りが青くなるんだよね。青く見えてアムロはこういう風に見えてたのか。うわ、これがねラストシューティングにつながるシーンですね、うん、激アツですね。これはこちらもイラストを担当された方の名前が入っています。はい、あのひろとりさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。素敵なイラストも最高です。来ました、ウルトラレア。すごい、来た。こちらはね、ウルトラレアということで、この金のね、このデザイン入っておりますし、はい、このキラのこの表情ですね、曇っております。このちょっとね、なんて言うんでしょうね、こう思い悩んだというか、うん、まあ、キラのね、成長の物語でもあるじゃないですか、ね、ガンダムシードって、うん、からのガンダムフリーダムでね、はい、こうよりこう成長するというか、うん、全てを背負った感じのね、覚悟を決めた顔にも見えるし、覚悟を決めておりますよ、キラー、ありがとう。はい、こちらもねウルトラレアということですので、このイラストを担当してくださった方のお名前入っております。石井久美さんです。ありがとうございます。本当にもう私感謝の思い、そう、私の青春を背負ってくれた人を書いてくれてありがとう。いやいいよ、ウルトラレアもう一枚欲しいって言って、ね、もう一枚来てくれたから叶った、ね、叶った願いが。まだいけるじゃん。まだいけるかな。まだいける。お、よし、私もマイティーストライクフリーダムガンダムが出ました。欲しかったから嬉しい。はい、私はノーマルのダリル・バルデが出ました。人生の魔女からでございますね。この時のなんかグエルのなんか心情を思うと ね、はい、ね、お父さんが AI 制御をつけて、これは俺の戦いなんだよみたいな。そうなのよ、うん、ここのシーンでみんな落ちるでしょ、ね、グエルに。そうだね、そう、ちゃんと自分の意思で戦おうって思うね、うん、このシーンを抜き取ってくださってありがとうございます。新規イラスト。はい、こちら3話ですね、グエルのプライドでございます、うん、最後何が出るかな。ねえ、最後はこちら。はい、あ、まだ出てないやつ。最後は水星の魔女から、うん、ノーマルのガンダムファラクトが出ました。このガンダムファラクトの中でもさ、ちゃんと、うんうん、あのラウダ専用ディランザと戦ってる時のシーンが抜粋されております。あのこの方のところがね、ピュンって打ち抜かれたシーンですよ、うんうん、いやいいよね。もう一機あったんだが、ガンダムってエアリアルだけじゃないんだって思った瞬間だったよね、うんうん、確かにね。はい、こちらエピソード5です。氷、うん、の瞳に映るのは、はい、私はね、レアのニュータイプが出ております。ニュータイプなくしてはガンダムは語れない。はい、食べちゃいましょうか。食べよう。薄塩味ですからね、今回。おーおーおー、一度食べ始めたらもうこれ止まらないやつですよ。あっ、うん、うーん、うん、おいしいね。ずっと食べ続けられる。はい、ということで2ボックス開封しましたが、実はまだね、うん、見せられてないカードがあるんですよ。ありますね。はい、ということで皆さんに全ラインナップお見せしちゃいます。どうぞ。機動戦士ガンダムビジュアルアートコレクションは9月23日発売予定。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。